うも皆さんこんにちは、リンネコです。ということで今回は新しくなったリンネコがやばいクレームアップやってみた、イエーイ。ということで今回はね、まあ詳しくは後説明するんですけど、まあちょっとね、まあやばいクレームアップ見つけたのをやってきたいと思います。それではレッツゴー。はい、じゃあまずはこのやばいクレームアップの紹介の前にちょっとリンネコチャンネル変わったって冒頭に言ったと思うんですけど、どう変わったかちょっと教えていきたいと思います。まずは、まあ、やったことない人のために説明するんですけど、なんとリンネコチャンネルは前までボイスチェンジャーを使っていたんですね。ボイスチェンジャーを使ってって声だったんですよ。それが今回、まあこうリアルガチな声で実況するようになったと。はい、それだけです。はい、クレームアップ紹介します。はい、でまずこのクレームアップ入ってきたら、まあ普通のクレームアップですね。まあレーダー使ってる、なんかなんだこれ、これはなんか収穫いっぱい入れそうですね。これは僕も初めてだったので知りませんけど、でスピード変えれたりするんですけど、こっちなんですよ。こっちにね、まあなんかギャラクシーとかありますけど、これとかに関係なくて、まあ、壁紙を変えられます。はい、チャプター1のマップにすることもできますけれども、ここじゃないですね。ここに音楽も選択できるんですけど、この上です。見てください、やばくない？これリモートがあるんですけど、これどういうこと？これは、あとに負け犬にすると、はい、左のところにインタラクト2ダンスって書いてあるの。押しますと。ということで、こんな感じで簡単に子さんエモートが踊れてしまうんです、このマップ。やばくないですか？ちょっと、あともうこれだけじゃないんですよ。負け犬だけじゃなくて、だけじゃなくてクロスダンスとかも、あの伝説の神エモとシナリオだって、あいつを叫ぶ叫ぶ叫ぶで、チュンニャスルのエモートだってこんな感じで踊れちゃうんすよ。でやばいんすよこれ、大変なことになっております。あ、この月にやっちゃダメで、なんかこの意味わかんない、なんでこれ。ということでクロスダンス踊れるんですよ。もうこのマップ、もうそこもすごいんですけれども、この上に見てください、モールダンス、まだエモート踊れるんですよ。ということでこのボタンを押してみてください。そうするとこのモールダンスっていう出現しちゃうんですよ。こんなちゃう。はい、で島のコードは50533532330なんですけれども、まあ、このマップ入ればもう入れるので、ここはあんま説明しなくて、ちょっとベース1v1これをやってみます。はい、マップに入ってきました。あ、これは何でもいいかな。はい、で、このパブリックロビー落ちと、はい、マップに入れます。これなんだろう、わかんない。で、やり方忘れちゃった。この裏らへんだっけ？確か、あれ？はい？はい？はい？なんか、どうなってんの？とりあえず、ここの奥のところにある、ここのボタンを押すと、ちょ、またミスった。ただ行くだけじゃつまんないので、ちょっと建築練習して。これ多分、これ Yes じゃなくて No Sorry っていう、ね、
このここを押すとここに飛ぶんですね。でここを多分ここに乗ったら、エモと踊れますね。おビクロエモトじゃん。これ知らんな。知らん。知りませ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 ん。あ、ロボット出す。うわ、さて。やばい、これ。絶対この隙にやらない方がいいわ。モザイクです、今のは。あ、フロスダンス。これさっきありましたね。やばい、さっき、さっき。はい、負けに負けに。で？え、なにこれ？座る？こんなモードあるんですか？これはなんか、まあ見たことある。これもあるな。あ、これ。知ってますね。よくわかんない。Right, ready, all.知りません。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 ああ、これ、最近青リモートで使いたくなったやつですね。なんですか？これもよくわかんない。で、この絵もともいいっすよね。ジャッピーのグレーション。あ、声出す、声出す。やっぱ音は出ないけど、おー、これって、僕、ちょっと、その時、まだ、その時、もう、ちょっと引退してたんですけど、なんか、星野源さんのワンタイムイベントで、なんか、一瞬踊れたダンスでしたっけ。まあ、使えないんですよね、確か。ジャスティース、ジャスティー。これもいいっすね。はい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 。何これ？スローのシナリオですね。皆さん、これどうやって戻るんですか？起こすか？あ、起こしちゃった。って感じのマップなんですけれども。なんか他に踊りたりしないですかね。まあ見た感じこんな感じですね、マップは。ということで、ぜひ皆さんもこのマップやってみてください。落ちということで、この動画が少しでも1マイクロミリメートルでも思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで、次の動画でお会いしましょう。さようなら。